お前だけか。私はてっきりお前らの彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰。俺は三五宮様を信じてる。俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。メガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗や。いいだろう。それとお前たちも最新の検証令を見ただろう。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい。まさかその彼女は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼女は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼女はもう抵抗軍に入り俺の部下になって。抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが三五宮様が遥か前に決めた規則だ。五郎様。てっぺえ、それにお前もどうして来たんだ。わかった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやらん。お前が抵抗軍に入ったのは彼らのうち、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならば今回の人前秘部、お前が抵抗軍。人前秘部。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び一名ずつで対決を。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。どうするんだ旅人。お前が。逃げようなんて思わないでよね。足元に気をつけて。料理の時間だよ。永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいるやつも強いぞ。頑張れ。水の矢。足元に気をつけて。拙者の負けだ。さすがにやるな。どうやらこのまま戦。兵士たちよ、浄土を開口せしは。どうやら戦いは避けられないようだな。ぬかえっと皆の者。かかれ。
待たせしました。私の伏兵たち、今がその時です。軍師殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。あ、ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決し、三五宮へ行き今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか。僕も渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。ゴロウ、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力は元より幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間、きっとこの後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。和葉さんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ、三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら、てっぺん、これまでの貢献感謝いたします。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。